ポルフォビリノーゲンシンターゼは、アミノレブリン酸に分子が不正宿合することにより、ポルフォビリノーゲンを合成する。ヘム、クロロフィル、ビタミン B12 を含む、自然界すべてのテトラピロール類は、ポルフォビリノーゲンを共通の中間体としている。ポルフォビリノーゲンシンターゼは、ポルフィリン性合成の2番目の反応に関わっている。ポルフォビリノーゲンシンターゼの欠損は、ポルフィリン症の稀な原因となる。 鉛中毒は細胞レベルで作用し、この酵素と結びつき、酵素の機能を無効化する。鉛中毒における毒性の原因は、酵素の働きを阻害することである。体内に入った鉛は酵素のチオール元と強固に結合し、チオール元を有する手術の酵素の働きを阻害する。 特に増血組織でポルフォビリノーゲンシンターゼの SH 基に結合して貧血を起こすことが典型で、また小児には少量でも神経障害の原因となる場合がある。ヤッフェイ・イ・ケー、スティス・エル・アリド・ポーフィリア・イズ・ゲー、コンファーメイ・シャネル・ディジーズ・アム・ジェイ・ハム・ジュネ・80・329・37・ドイ・10.1086 1> 5 1 1 4 4 4 p m c 1 7 8 5 3 4 8七百二、um、十 17236137https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ pmc スラッシュ articles スラッシュ pmc1785348 スラッシュ2008年12月10日閲覧毒の科学。 船山の無事な詰重金属中毒ポルフィリン症。ありがとうございます。